改めましてパーカッションの高文です。よろしくお願いします。ここでルシアフラメンコのスタイルで、弾いてるギタリストがそのギターの弦をですねこの花本に貼ったと言われております。この座面の裏側にギターの弦を、ね、貼ったんですね。叩いた時にこう一緒にちょっと振動するんですね。でこういうちょっとこう濁った音というかザッザッザッっていう音がしますと。座面の裏側に弦が張っております。はい、これが一つのスタイル、元々の花本の形でございますと。で今結構そのドラムの代用というか小編成だったりアコースティックで叩くときにそのドラム的な役割をすることが多いので、まあ本当にですねこういうドラムのあのスネアドラムってありますね。ドッツパッツドッツパッツっていうパッっていう叩く小太鼓、それのあのスナッピーというですね響き線があって、その響き線を張ってるスタイルもあるんですよ。これ見えますよね。これちょっと銀でキラキラしているところです。で違いは何かというとですね、この弦の方はもう下までこうビューと張ってあるからえっと高い音から低い音、まあ下の方に行けば行くほど低い音になるんだけれども、この高い音でも低い音でもこのザッ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 ってちょっとこのバズ音、バズサウンドって言うんですけど、この バズがちょっとかかった音なんですね。はい。で対してですねこのスナッピーが、まあ、この辺りについてたんですけど、この座面のね裏側はこういう感じ。高いところでは、こっちと同様にこのちょっとザッザッザッっていうバズの音が入るだけども、この低い音だと、まあ、そんなに入らない。という違いがあります。で、こちらの方、いわゆるそのドラムのスナッピーが貼ってある方っていうのは、本当にそのドラムの代用を意識しているので、この、要は、ド、パッ、ド、パのこの音色がよりくっきり分かれてるっていうか、本当にこのドラムの大太鼓、バスドラ、を意識したようなサウンドなんですね。もともとねドラムをやっててこれから花本を始めようっていう方もいらっしゃると思うんですけども、まあそれそのドラムに限りなく近いっていう感じだったらこちらのようなタイプがいいかなと思います。でまあこちらでもねもちろんそういったプレイはできるんだけれども、基本的にこの低い方にもこのザッザッザッっていう音が鳴りますっていう違いがあります。まあゆくゆくですねそのいろいろできるようになってきたらその指を使った叩き方で、こういう細かいプレイというか繊細なプレイをするのにはこの弦のタイプの方がですね簡単になってくれるっていうか、レスポンスがすごく早いですね。なんで将来こういう細いことをやりてえなという方はね、あの弦のタイプがいいかなと思います。こちらでもできないことはないんだけども、こっちに比べてあの弦の反応、スナッピーのレスポンスがあんまり良くないので、結構こう音がちっちゃくてできてんのかできてんのか分かんないみたいな感じがあります。だからこっちは結構リズム重視まあ、よりリズム以外にも細かな表現をしたい、ソロなどをしたいとなったらこういう弦のタイプを選ぶといいんじゃないかなと思います。